テレス大阪、転売ヤー許さへんで。セレッソ大阪が転売ヤーへ本格対策、その対応とともに信じられない数の転売チケット番号をリストアップして公開。関西人舐めたらあかんで。セレッソの本気エグくて草。セレッソすごいです。こういうことができるということを J リーグや各スポーツや転売ヤーに知らしめることができて幅広い業界に届いた対策だと思います。見習わねば。セレッソの運営さんって有能やな。最高でしょう。もっとやりましょうよ。またこの不正転売チケットに関して、1公式ファンクラブの資格剥奪、2ホームゲームへの無期限入場禁止の処分を発表した。これ日本の全クラブがやるべきだし、そもそもサッカーだけじゃなくて野球とか音楽、イベント、すべてのエンターテインメントが導入すべきよ。セレッソこれはシンプルにすごい、スポーツ以外にも広がってくれ。特定の数がエグすぎる、ライブのチケットでもこれをやってほしい。すげえ、野球も頼む。これはマジでセレッソよくやったって感じ。あとは当日しっかり人員割いて、転売チケット持ってたやつはちゃんと排除してほしい。バイトの学生くんに任せずに、せっかくのダービー見に行きたかった人たくさんいただろうにな。この前どっかの転売ヤーが俺たちがやってること商社と同じとかほざいてたけど、お前らは受給歪ませて佐伯ポケットに入れてるだけだろ。お前以外誰も得してないし不幸な人しか出てないんだよ。力技で特定してるとこにブチギレが伝わってくる。